ペシャルゲストをお呼びしました。本当にたまたま通りがかっただけだ。通りがかりもいいとこじゃないですか。まず一番何したかって言ったら、ジャッキで両方上げて、バネ外して、でもう一回タイヤつけて、ダンパだけにして、この車高の時にアライメント変化はこれ、この車高の時にアライメント変化はどれっていうのをずーっと上から下までやるわけですよ。そうすると、必ず下の方に下げてくると、バンプインでギャンってキャンパーのトインが向くタイミングがあったり、例えば大きく変化する、ね、大きく変化するのがあったり、例えばスイフトだったらリアがトーションビームなんで、だん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 上がってくるとホイールベースも短くなってくるんですよ。はいはいはい。あ、前にこう上がってくる、こういう風に上がっていくんで、で前にこう上がっていくんでホイールベースも短くなるんですけど、ある車高のポイントから急にホイールベースがキュッと短くなったりするポイントを抑えて、そこにかからないようにどうに車高するのがいいのかなと。なるほど。はい、いうのが大体のどうかな。じゃあ、その車検対応の車高9センチっていうのはあんまり考えてない？まあ早いは偉いと思ってる人ですんで、とりあえずはいいとこってどこなのって探したら、まあ、たまたま、90ミリよりも全然うちのは1号車も2号車もあるんですけど、そこに収まったんで、結果的に車検 OK と。そうですね。ですから極端な話、サーキットで速い車高を見つけたら、僕の性格ですけど、サーキットで下げますから、下げてそれが非合法であれば帰るときに上げて帰るというのを やりゃいいと思ってたんで、なるほど。と当然その一番おいしい車高を探すというのが、まあまあまあチューニングの元の元ですよね。そのおいしい車高を探したらそこが 1G でこのポイントになりますよっていうことで、キャンバーの設定もしなきゃいけない、なるほど。トーンも設定しなきゃいけない、スプリングレートも決めなきゃいけない、例えば下げれば下げるほどいいんだけど、そこの下行っちゃうと変化しちゃうっていうなら、レートを上げて行かないようにしてやろうとか、はいはい、今度いろんな方法論になりますから、まあ、その辺は非常に車高はポイントですね。なるほど、はい。車高って、はい、あれリップはいいんだってね。リップいいです、いいです、ボディ、ね、ボディの一部ですよね、どっかの、はい、大体スイフトなんかだったらエキゾーストのフランジが一番低いんで、あそこのエキゾーストのフランジ、オイルパンの横ちょっとですね、あそこのとこの車高を見ればいい。でもあそこのフランジ改造しちゃったら今から30ミリぐらい落ちてもまだ大丈夫だってなるんで、なるほど。でも今のところ例えば取り付け位置の変更とかそういうことをしなかったら、そんな今以上下げる必要はないっていうか、下げる効果は、まあ、出ないんじゃないのかなと。そうですね。スイフトだと大体595とか600ミリ、地面からフェンダーアーチ、16だったら21545167だったら21547で、タイヤを履いて地面からフェンダーアーチが600ミリを切ると、大体おいしくなくなってきますんで。なるほど。あとはもうレートにもよるんですけど、その辺は美味しく、フロントは美味しくなくなってきますんで、なるほど。アンダースティアの方になりますね。ただ上に上げていくと620とか610とかになってくると、今度はどん臭くなってくるんで、はいはい、大体僕は600前後ぐらいでフロントは使いたいなと思う人ですね。なるほど。そうすると地上高が92とか95ぐらい、なんかマニアの話ですね。スイフトだけの話ですね。でもそれだと、まあ、エアロがついてても、タワー駐車場とかピッと入るでしょ。いいことを言っていただきました。僕スイフトで2台で10万キロぐらい乗ってるんですけど、1回も吸ったことないですよ。おお、ガリッとかこう重要だよね。1回も吸ったことないですよ。はい。ですからやっぱドキドキしなきゃいけないのはまずいし、その最低地上高90ミリには正直あんまり興味はないですけど、踏切で立ち往生になっちゃったりだとか、はいはいはい、そういうのは絶対避けたいなと思うんで、そこのとこは、まあ、それがある面90ミリが非常に有効であれば、ストリートではやっぱり90ミリは守りたいなと、それはその交通法規に触れる、こんなこと言っていいのかな、交通法規に触れる触れないじゃなくて、自分の身は自分で守るために、僕は、まあ、結果的に使いやすい、はい、そうですね、必要だと思います、はい、あともう一つ、はい、じゃあ初心者にはどっちがですか、楽か、ね、簡単に言うと車高の低い車の方が運転は簡単だよね、めちゃめちゃ簡単、で車高が高い車の運転はものすごい、ある面難しい、できないことないですけど、ピンポイントですね、はいはい、
ですから、まあ、簡単に言うと車高が高いと、うん、まあ、ロールセンターがどうのとか皆さんいろいろ言われるんですが、うんうん、僕はあんまりジオメトリーは難しく、ロールセンターなんかいつも動いてるんだから、うんうん、別に考えずに、重心高で考えるのが一番簡単かなと、うんうん、だから車の車高が上がってると車の重心高が高いじゃないですか、うん、高い重心高だとロールするときにこういうふうに揺れるんですよね、あのロンドンバスが高かったらこうロールする、はい、でそれが低くなると今度ロールがこういうふうにしか動かなくなる、うんうんうん、そうすると動きが要は上から下によこう横に行くんじゃなくてこうしか行かないんで、非常に分かりですね、ドライバーとして、うんうんうん、どれだけこう引っ張られてるかだけで分かるんで、はいはいはい、ですから車高は低い方が間違いなく、うんうん、そのジオメトリー変化がおかしなところに行かない限りは低い方が運転は楽だし、うんうん、ラップタイムも早い、うんうん、間違いなく早い、特に S 字で右左とか行くとこはもう手決めですよね、うんうん、はい、要はスプリングレードの低い車に乗ってもこう動くじゃないですか、で車高が高い車に乗ってもやっぱ動くんで、うんうん、動くとなるとその動きをある面予想していかなきゃいけない、はい、で硬い 動きが少なかったら要するに簡単に言えば荷重移動するスピードが速いわけですから、うん、アクションとともにピュッと移動してくれるんで、うんうん、まあある面のままにいけるね、うん、まあ、何でもかんでも前もって段取りするのは難しいってことですよ、そういうことですね、はい。